駐車場。くそ、血が止まんねえ。ぬ。お。今すぐご乗車いただくことをお勧めいたします。よ。乗れって言ったってな。大丈夫か？問題ありません。しかし追跡されているようです。うわ、慌てないでください。冗談だろ。道路が封鎖されています。恐れ入ります。衝撃にお備えください。いやー、敵飛行物体にロックオンされています。俺に任せろ。ハンドガンなんだが、こちらはオッケー。敵飛行物体を排除しました。やった。見事なやるじゃねえか。おい、ひどい顔色だぞ。ほらな、大丈夫だって言ったろ。診断結果によると、ウェルズ様は非常に深刻な状態にあります。なーに、リパー毒で。今すぐリパー毒に連れて行け。申し訳ありませんが、それはできかねます。あらかじめ指定されたルートでお支払いいただいておりますので、変更はできません。うるさい、言う通りにしろ。いいって、俺なら大丈夫。ウェルズ様に声をかけ続けてください。頑張れジャッキー。ミスティやお母さん、大切な人たちがお前を待ってる。ジャッキー、目を開けろ。ミスティの言う通りにしとけよ。ちっぽ、あとは任せたぞ。ご遺体はどうされますか？エクセルシオールパッケージでは、死亡後の処理も無料で受けたまわっております。目的地をご指定ください。え、まだ望みはあるのか？ビクターの診療所へ。こんな姿家族には見せられない。承知いたしました。204号室でデショーン様がお待ちです。またメジャーで会おうぜ。どうなんだろう、あれ、はしごになんとか飛んでいた方が良かったとか、そんなことあんのかな。デックス？え、人がいない。あ、いた。その名の通り強奪してきたけど、道中でステルスやってても結局脱出の時点でバレたのかな。
お待ちだ。WNS N54 海賊放送まで。街中が大騒ぎだ。ジャッキーは車の中か。見てわからないか、デクス。おい、口には気をつけろ。ジャッキーは車の中で死んでる。それは残念だったな。エリコ。うわぁ、どうしよう。なんかこいつうぜえな。もしもし。そんなもんねえよ。ダメだった。不幸中の幸いか。幸い？あのサブロー荒坂、死んだんだぞ。俺を面倒ごとに巻き込みやがって。俺がいつ帝王を殺せと言った。この件に少しでも関わってたやつは全員死んだも同然だ。巻き込んだのはそっちの方だろ。そもそもあのサブロー荒坂がホテルに来るなんて聞いてなかった。やつの個人的な予定など知るか。それに誰も殺せなんて言ってないだろう。殺したのは俺たちじゃない。言い訳なら俺じゃなく、これから来る荒坂の刺客に言うんだな。一旦落ち着こうじゃないか。作戦を考えるんだ。街を出る準備をする。だがその前に、お前のその顔血まみれだ。そこを使え。まずは顔を洗ってこい。父ちゃんを殺したのは息子だよ。え、なんだこの選択肢。思ったほど割れてない。え、フォーマルな格好してても柄悪いな。B。 あ、ちゃんと割れた。だよね。何のつもりだ。俺は平穏な生涯がいい。栄誉の死なんてごめんだ。レリックか。2023。よう。大丈夫？絶好調さ。そうは見えないけど。待って、声で分かっちゃった。これもうあの人でしょ。ステージには上げられませんよ。あんだって？何するんです？バッチリ顔映ってたし。
みんなに別れを言いに来た。それはどうしようもないの。俺らみたいなのを追っかけて人生を無駄にすんじゃねえ。ちょっと何よそれ。それなら話ができる。どうして突然回想に。ジョニー待てよ。やめておけ。考え直すなら今のうちだ。諦めろってのか。相変わらずお前らしい意見だな、ケリー。お前はな、昔からビビリなんだよ。今まで世話になったな。最後にアドバイスだ。ビビんのをやめろ。俺は未来をつかみに行く。バンドやってたの？怒ってるお前は色っぽいぜ。正直そそられる。さっさと乗りな。早く。マップが開けないや。シルバーハンド。よう、シャイタン。出発して。これをつけて。外すんじゃないよ。手差し出したのに。よくは分かんないけど、とりあえずジョニー視点になった。真っ暗すぎて見えない。とりあえず放送台。これ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 、荒坂の人たちか。これわ、意外と当たりにくい。ズームアウトは十字キー。マーフィー、アクセスポイントを見つけた。移動して。ジョニー、作戦は分かってるでしょ。エレベーターに爆弾を仕掛けて起動。あとは重力がやってくれる。爆発で建物の基礎が割れ、タワーが崩壊。混沌と悲鳴の中、エンドロールが流れる。だからすぐに脱出し、接続する。何の、これ簡単すぎ。はいはい、1たす1は2、2たす2は4。何の計画だこれ。マーフィー、遊んでないでさっさと終わらせな。緊急避難勧告全周波数で流した。まだやることもない。ちょっと、この声明文って誰が書いたの。今答えてる暇はない。嘘でしょ、ジョニー。マジで言っちゃってるね。この
私が言うんだから相当だよ。行くよ。戦闘中。あ、とにかく殲滅だ。あ、強。隊員が死亡。え、強。何このハンドガン。ワンパンやん。頭に来るね。おお、腕がもげてる。うわあ、足がもげてる。もげんの規制されてないんだ。見えるな。まずいな。指の木で探した、丁寧に探したフォークと希望で追い立てた。ジョニー、爆弾を。爆弾、爆弾、爆弾。武士道2の爆弾覚えてるか。早く急がないとまずい。デモリトロンだ。セット完了。荒坂の精鋭部隊だ。逃げろ。ケーブルを撃って。ほい。離陸準備を。すぐそっちに行く。なるほど、これで仮装はもうドガンね。まだだ。奴らのサブネットにこいつを流さないといけない。やっぱり。結局企業の植民地主義なんて関係ない。あのグルーピーの女のためなんだろ。お前にはわからないさ、ローム。4分だけ待つ。1秒でも過ぎたら置いてくから。ドアロックを突破した。あらたこの犬どもが迫ってるよ。おっと、アレスティス・スパイダー。どう知ってる。強行突破。あ、4分も必要ないでしょう。まだいるな、結構。待って、クソエムすぎる。まだいた。もうすぐアクセスポイントに着く。接続して。なんじゃこりゃ。アイスブレーカーね。外国製？誰かさんがサブネットプロトコルを切り替えてさえくれれば。ふざけやがって。手伝わないなら帰れ。手伝ってるじゃない。そっちこそちゃんと仕事してよ。ありがとな。よし、あとは念のため。で、くそ、見てよ。私たちがテレビに出てる。次に荒坂タワーの状況をお伝えします。同社は正体不明のテロリストグループによる脅迫を受け、現在もなお避難が行われている模様です。なおテロリストらは犯行声明を出しており、企業による植民地主義の象徴を打ち倒すと主張しています。また、ナイトシティのムボール・エブニケ市長は、いかなるテロ行為に対しても法的に許される最大限の武力を持って立ち向かうとしています。それではここで現地から荒坂タワーの様子を伝えてもらいましょう。現在の状況が少しでも分かるといいのですが。完了よ、急いで脱出して。よし、敵が来る。屋上へ急いで。なんか光ってる。あ、武器か。脱出脱出。あら？まずい、アダムスマッシャーよ。ジョニー、逃げて。マフィー、ドアは塞いだけど長くは持たない。ジョニー、全速力で逃げて。え、逃げれたの？逃げれてない。スマッシャー、言ったろ、ジョニーボーイ、お前の息の根を止めてやるってな。
まだ生きています。わかりました、向かいます。よし、もう一度だ。お前の仲間たちは何者だ？核分裂性物質の入手元は？拷問されてる。そこに立ってる奴は大きいものか？話をしたそうだぞ。お前が所属するテロ組織の名前を言え。核分裂性物質はどこで手に入れた？よう、じいさん、あんたのことは知ってるぜ。外せ。直接話をする。だいたい50年前ぐらいのサブローさんか。夫はあのタワーで死んだのよ。でもこの世には死より残酷な運命がある。殺すつもりはなかったんだ。なぜこのようなことを？なぜこんなことをと。お前がもたらした狂気に終止符を打つためさ。人は嘘をつき自分自身を欺く。だが死者は違う。死者は雄弁だが彼らは決して嘘をつかない。死者の言葉にはつつましさがある。始めろ。